ジフテリアは、ジフテリア菌を病原体とする、ジフテリア毒素によって起こる、上気道の粘膜感染症。感染部位によって、陰頭、扁頭ジフテリア、高頭ジフテリア、微ジフテリア、皮膚ジフテリア、目結膜ジフテリア、生殖器ジフテリアなどに分類できる。腎臓、脳、目の結膜、中耳などが侵されることもあり、保菌者の咳などによって、飛沫感染する。 発症するのは10%程度で、他の90%には症状の出ない不健性感染であるが、ワクチンにより予防可能で予防接種を受けていれば感染を起こさない。すべてのジフテリア菌が毒素を産生するわけではなく、ジフテリア毒素遺伝子を保有するバクテリオファージが感染した菌のみがジフテリア毒素を産生する。ジフテリア菌の発見は1883年。 エミール・フォン・ベーリングと北里柴三郎が血清療法を開発。その功績でベーリングは第1回ノーベル生理学・医学賞を受賞した。コリネバクテリウム属はグラム陽性肝菌で放線菌に分類される細菌の一族である。ジフテリアの白い疑膜潜伏期間は通常1から10日間。喉の痛み、犬が吠えるような咳、筋力低下。 激しい嘔吐などが起こる。ジフテリア菌1895年にアメリカ国立衛生研究所によって製造されたジフテリア血清確定診断には患者の喉の病変部位から原因菌を分離する。治療開始の遅れは回復の遅れや重篤な状態への移行につながるため臨床的に疑いがある場合、確定診断を待たず早期に治療を開始する必要がある。 ジフテリア毒素に対する馬由来の血清及び抗生物質としてペニシリン、エリスロマイシンなどが用いられる。馬由来の血清に対するアナフィラキシーに対しても注意が必要。類似疾患としてコリネバクテリウムウルセランスによるジフテリア様症状を呈する人獣共通感染症がある。菌炎菌のコリネバクテリウムウルセランスがジフテリア類似の症状を引き起こすことが 日本でも2001年から2009年までに6例報告されている。C ウルスランズは牛、馬などの動物の常在菌で犬、猫からも検出される。時に牛の乳合炎の原因となる。通常、C ウルスランズは毒素を産生しないが、C リフテリと同様にバクテリオファージからもたらされる毒素遺伝子により毒素生産性を持つと考えられる。 英国などの国では C リフテリによるジフテリアと同等の扱いがされている。日本における C ウルスランズ最初の症例としては2001年、千葉県の52歳の女性でジフテリアに特徴的な呼吸音と疑膜の症状を示したが、ジフテリア高毒素血清投与の治療により治癒した。感染ルートは明らかになっていない。 心筋炎を併発した場合の回復には時間がかかる。発症前と同じ活動であっても炎症を起こした心臓にとっては負担が大きくなるので日頃の活動を早期に再開すべきではない。ジフテリア、発症不混合ワクチン予防法はジフテリア毒素をホルマリン処理して無毒化したトキソイドの接種。日本では三種混合ワクチン、二種混合ワクチンに含まれている。 定期接種の普及している国では、症例は稀だが、そうでない国では、流行がある。また、近年症例の報告されていない日本においても、不健生感染の経歴を示唆する、血清検査結果もある。日本では承認されていないが、5歳以上の破傷風、ジフテリア混合、TD ワクチン、11歳から55歳まで、適用の、破傷風、ジフテリア、 100日赤混合ティガップワクチンが先進国を中心にほとんどの国で接種可能である。1948年、京都府、島根県でのジフテリア予防接種の時に無毒化が不十分であったワクチンの接種によるジフテリア毒素により大規模な医療事故が起き、横隔膜麻痺、陰頭麻痺、心不全等の中毒症状が現れ、死亡者85名という結果になった。 これは、世界史上最大の予防接種事故である。遺伝病、京都、島根ジフテリア予防接種事件を参照。ジフテリアの人口10万あたり、障害調整生命年齢となし11223、344556677910、15155050ジフテリアは5から10%のケースで深刻となる場合があり、特に5歳以下。 または40歳以上では20%まで上昇する。2013年には3300人の死者が発生し、これは1990年の8000人から減少している。アウトブレイクとなることは稀であるが、未だ世界各地で起こっている。先進国でも、例外ではなく、ドイツやカナダなどのワクチン未接種者でも起こっている。風への発症報告数データなし四十九。 例の報告50から99-0100例。ありがとうございます。